さあ片付けに行こう。このパリピの森を、これもゴミとして、あーめっちゃついてるのね。何を作っていた血もこんなに、すす汚れか。こういうのの方が厄介かもな。水をつけてないけど、洗剤残りでもあったのか。なんとか落とせそうだ。風船、割れなかった。パリピ発見、証拠のスマホ。なるほど、ここの爆発で、うわー真っ赤っかですね。惜しい。入ったー。おお、ボウガン。隠す気ないな。そして相変わらずピザの箱は謎が回収できる。外の項目が結構多いんだね。ただこのゲームのセオリーとしては、まず行けるところを先に行っちゃって、やたら汚れてるところを、あそこになんとかネーター、あれを置いてあげるのが良いのかなと。テープ、トイレを一応流す。おしゃれトイレだな。何もない。しかもここそんなに汚れてないし。あ、上に行けるのか。わあ、おしゃれ。おしゃれなところに金目のものはやはりあるんですね。お、向こうの部屋は汚れてるな。というかここ自体が結構広いね。みっけ。汚れてるわけではなく、入り口のあたりは汚れてるけど。お、これこっからここを伝って、そこ行けるのか。よっ、行けたー。別にこれしなくても多分来れたんだろうねわざわざ飛び跳ねて。広くないかここ。せっかくだからここから降りてみよう。お、ご遺体潰しちゃった。とりあえずここら辺にまずなんとかネーター置いといてみるか。犯罪の証拠のスマホのメッセージ。 Let's make it cozy againI'm doing my part. アヒルさん、みっけ。アヒルさんは置いといて、ピザの箱は取る。外にまでピザが。ああ、こんなにピザを。No littering. But what exactly counts as litter? 死体のポイ捨てはダメですよ。この焦げた子も先にポイ。ゴミがすごい散らばってんね。爆発と吹っ飛んだ分の。ん？いや、これはまだ回収しない方が良さそうだね。足場になりそう。ここを伝っ、ああ。何があったんだ。せっかくの足場。パーティーゾーン。本当今回ゴミがものすごい量あるから。これストーブかな。何か置いたら爆発しそうだ。踏んだら爆発する。爆発っていうか割れる。えい、
えい。こうやって風船は片付けられるな。ピザ回収、金回収、吸い殻。どんだけ吸ってんの。新しい洗剤もゲットしました。バケツの水が汚れるのを、あ、洗浄面積アップ、そういう洗剤もありだね。複数の洗剤も入れられるように。置いただけだよ。何があったっていうんだ。面積アップ、パッと見はわからないけど 30% って書いてあるから結構な広範囲下ではあるね。すごいポーズだ。Driving under the influence claims another victim. うん、惜しい。内周したいですね。いろんな意味で踊り場ですか。さすがにこれだけの血の量あると。すぐもう汚れちゃうからな。一瞬だね。お、ちゃんと椅子は落ちた。たまに椅子だけ空中に浮いたままとかあるからな。斧を使ってこういうのを、硬っ、踏めば壊れるのに。この風船硬っ。封鎖されてないか。ここは上から侵入なのか。ちょっと別のところからまず。お、こっちが音楽の聞こえた。あそこか。さっきのプールの脇の。お邪魔します。パーリーハウス、まさにだね。中の様子は、ピッツァがこんなに。あ、アヒルさんたちが見つめている。何これ、アヒルと人間見つめ合うの禁止マーク。振って出ないか中身。あ、割れちゃった。積んであるものだったのか。そういう罠だったか。下のお札を取ろうと下から引っこ抜くとこうやってゴミを増やしちゃうと。うわー、すごいことになってるぞ。うわー、ウィリアム・テル失敗してんじゃないですか。これをん、抜けたー。ボトン、リンゴももらって帰ろう。入るか、入らない。ここにも同じ看板がある。ここにアヒル人形を持ってきたら何か起きるのかな。ん、これスイッチか。スイッチオンできなかった。そしてアヒル、アヒルは関係あるのかな。こんにちは。あらあら、お酒を抱えていい顔で寝ちゃって。パン。よし、じゃあ帰りましょうね。土に、あれ、持ち上げられない。あ、刺さってるからか。なるほど、打ちつけられていたんだね。お、入ってなかったじゃないか。相席よろしく。ここにも水場が。うわー、これはなんか出したんですかね。お風呂、
ここの風船何の意味があるの？奥にもここプールのあの水を張るところなんだろうけど、これ割れるか？割れない。でもこれ掃除する前に水を張ってもしょうがないよな汚れてるだけだから最後に終わった後にやんなきゃ。ん？これすごいところに椅子が。勝ち。うるさいので遠めり。ここの封鎖された空間気になるな。どこからか登れるか。横から普通に入れたね。パンチでもいいが、ここはチャー。切り込み線入ってるじゃんここはなんだろうね。工場か。Were they really working here? ここにもう一つお家を建てる予定だったんだね。物をどけたら入ってるじゃないな。これ棚がちょっと邪魔だけど、いけるか。いけた。登れそう。隠れ家みたいだ。よいしょ。わあ。下に下ろしましょう。Literally falling for him. いろんな意味で落ちていく。よいしょ。あ、跳ねた。ゴミ袋みたいにこっちもぐちゃってくっつかないかな。三兄弟。これで遺体は全回収。一応これで帰ることもできるが、この程度で帰ってはプロの技とは言えない。しっかりとお掃除を。